初ロケです。です。ずっと楽しみにしてましたもん ね、 今日はですね、私ちょっとやってみたいことがありまして。何でしょう。今話題のソロキャンプ、うん、あーいい。あ、ワークマンここです ね、 ありましたね。いっぱいありますね。もうカラフル。あ、何色にしようかしら。普段着なさそうなデザインを着てほしくて。あー、着れました。似合う似合う。良い。最高。え、キャンプ楽しみ。なんか実感湧いてきました、ね、おお、すごい広い。いっぱい置いてわ。ソロでキャンプしてますよ。ソファーチェアになります、ソファ。見ただけでふわふわしているのが分かります。心地よさそう。トゥンドゥンドゥン。何そのペンパン。ドゥーンって言ったら座ってくださいね。ドゥン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 。どうですか。ふわふわ。気持ちいいです。聖子ちゃん座ってみて。いいですか。ありがとうございます。ドゥン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 。大丈夫。あ、本当ですね。包み込まれるような。どっちが上だ。こうですかね。こうかな。結構硬いな。これ気をつけた方がいいかも。ひねりさんも頑張ってください。反対側。はい、頑張ります。初わ。結構力入れますね。全然入っていってない気がしますね。意外と最初入っちゃえば全然いいんだけど。あ、完成。完成です。ではこのスキレットでベーコンと卵を焼きましょう、はい、ベーコンエッグ。ベーコンエッグ。あ、いい。いい焦げ目が。おお、いい色。じゃあ卵割りますか。はい、割れ。はい。嘘でしょ。あ、私のベーコンだ。これ流れます。これ流れます。焚き火で温まりながら。いいですね。どのくらいの期間で結婚しようってもう決意したんですか。 2、3日はやっぱりなんかこう心の整理がつかなくて、うん、なんか自分がこれからどうなっていくんだろうって毎日思います、うん、見どころたっぷりの2人での初ロケ、明日放送ですので、ぜひ月曜日の目覚ましテレビ見てください。見てください。お願いします。